兄貴もたまにはどうです？いい店。兄貴、今から取り立てに行くところ、ピースファイナンスって会社なんですが、ファイナンスっつってもモグリの金貸しですから、結構たち悪いと思います。ちょっと痛めつける必要があるってことか。かなり抵抗するでしょう。でもこっちには兄貴がいるんだから大丈夫ですよ。お前あんまり無茶すんじゃねえぞ。悪いことしてんのはあいつらの方ですから。それにさあ行きま、取り立てが終わったら飯でもどうですか？悪いな、今夜は。あ、そうだ、セレナに行くって言ってましたね。ああ、飯はまた今度な。Get a pause for a second and be back in a second.
Okay. Let's get back into the action. Move out of the way! This is the place. ここの5階です。They are on the fifth floor. Okay, let's go. あんたら。夜遅くに悪いな。道島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。要件は昨日、うちの若いのが伝えたはずだ。明日。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません。でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか？何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけだ。金は払わないって言ってんだ。ならやるしかねえだろうがよ。Let's go. もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。クラシック。兄貴、ありがとうございました。でもこれでついに桐生組の立ち上げですね。風間のおやすさんも言ってました。兄貴になら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐなよ。はい。そういえばこの後セレナで錦のおじきと会うんですよね。
今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。俺しばらく札の連中が来ないようにここで見張っておきます。半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、頼んだぞ。 OK。 You can obtain CP completion points by completing tasks on the completion list. Check out the full list on the pause menu under completion list. There are a lot of things to do. OK。So I go to the pause menu. Talk to people 50 times. セレナなら天下一通りの小道入って奥の階段2階です。何やってんおら。おうおう、お前どこの組のもんや。え、すまん。すまんで済むかボケ。何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウってあの、そや、堂島の竜、キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、
お前組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのはえらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりコナホ、どないしようか。すんません、まさか桐生さんと。いや、いいんだ。甘いな、キルちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や。その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はい、はい、覚えておきます。でも、あ、でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろ、いっちやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくけ。これで気は済みましたか。その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体がもたんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずーっとね。何。でももし筋が通っとったら俺との喧嘩こうてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。That's gonna get destroyed. あと少しで兄貴にやられるとこでした。キルのおじぎ、ありがとうございました。もう大丈夫なのか。はい。いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。あ、あれ、キリ
ュさん、ここの奥に用事じゃなかったんですか？あ、あ、あ、Up the staircase, I think it is. Oh, it's up here. Here it is. 相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは？今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ？違いね。どうなんだ、気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ？来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後？体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね、ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって固いから金をむしるのは、どうも性に合わねっつうか。何言ってんだ、自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組、天下の登場界の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだな、お前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやすさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。
お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山くんはもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの。さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。ダメだ、女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？あれって？フランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら、彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ねえ、それにしてみたら？そうだな。よし、それにしよう。Go and buy a ring. Oh. いらっしゃいませ。Welcome. 何かお探しですか？ Catch your eye today. ああ、その、なんか女物の指輪で
フランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷はいつになるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか。ああ、その誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあユミって入れてもらえるか。はい、受けたまわりました。ありがとうございました。Okay, so need the jewelry store. This game is available for download for November on the PlayStation Store for free. Oops. Come on.ごめんよ。もしかしてあなたもすられたんですか。ああ、ひょっとしてあんた。ええ、私もすられてしまいました。あのすり師は隠れるのが上手でなかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか自販機の裏とか。そうなるか。さっきそこの路地から天下市通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで。なるほどな。もしも見つけたら。わかった。おい、お前。盗んだ指輪を返せ。バレたか。おい、ちょっと待て。逃げ足の速いやつ。あ、財布がない。あの男スリだったのか。
that way. Damn it, I've lost track. Whoa. おい、ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。くそ、また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰める奴がいるとは。まあ良いわ。ん？何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ、一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してか。ませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ、俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それがもう手元にないんです。何？どこへやったんだ？ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その、言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと？当たってればいいんですがね。結果がわかるのはもっと先のことで。
おお。その指は俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか？あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。くそ。桐生の兄貴じゃないっすか。シンジ。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが、時間がない。急いでくれ。ああ、はい。オンに切る。今度、感想聞かせてくださいね。お客さんどうです？遊んでいきませんか？おお。さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。Fucking, I know Roll is pretty.
Now what? シンジ。あれ兄貴、早くないっすか？ショートだったんすか？シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか？頼む。詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。誰かが買っていっちまったっていうのか。あ、あんたやっぱり来たんだね。おい、ここにあった指輪はどうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか。とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ、実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指は。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。そうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？
指輪か。嬉しいけどそれはちょっと重いかな。え、どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。え、何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの。そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？え？さあな。じゃあキレイちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。Gold digger bitches. All right, so we're up to the present day. Doesn't like he's a bit drunk. Several hours later, October 1.おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。うん。錦はどうした？錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってた？そうか。今何時だ？もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえば、ユミは？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。じゃあしっかり風間、今夜待ってるね。桐生さん、桐生さん。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いや、ちょっと桐生さんに紹介したいやつがいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。
また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東城下一の殺し屋っつって。柏木。すんません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう。失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に。詳しくは分かりません。でも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに。錦が。で、場所は。劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした。堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやっさん、弓と錦は兄弟なんです。俺のだから、今俺が行かねえと。カズマ。We're going to end this uploaded video of Yakuza for this now. We're going to bring you a second part of it uploading. So stay tuned for the second part after this first part. Until next time, bye bye from all of us here at GFYS Gaming Australia.